はいどうも、テレクラサリー、テレコストでございます。今回はですね、書き講習英文読解、たどく、7から10にやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。上からやっていきましょう。a s s o o n as I walked into the room, I knew there was something w r o n g a s s o o n as は何々するとすぐにみたいなイメージですね。で、最初の前の文を見ましょう。I walked into the room. 私が歩いて部屋に入るとですね、部屋に歩いていくとですね、えー、I knew there. 私はそこがなんだか知ったと。was something wrong. Something wrong っていうのは何か、えー、おかしいなと。なんか間違ってる空間に来ちゃったなみたいなことがわかるよってことですね。じゃあやってみましょう。it r a i n e d on and off for the whole afternoon ですね。 It rained 降っていた。何が雨ですね。On and off. 雨が降っていたり、降っていなかったりした。ねえー、どういう時に ?For the whole afternoon.Wall afternoon. World afternoon.、えー、いわゆる午後全部で、いわゆる午後ずっとですね雨が降ったり、降ったり、降らなかったりしてたよということを指しています。 次の下やっていきましょう。I want you to call me. 私はあなたに電話したい。どういう時に ?You get home. あなたが家に帰ったらすぐにあなたに電話をしたいというようなニュアンスになりますね。次行きましょう。All our hard work will be worth it in the long run. ロングランですね。はい。all our hard work ですね。私たちの激務においては、w i l l be worth 価値あるものになるだろう。it、uh, in the long run, in the long run 長い目で、長い目で見れば、あとですね。ランっていうのは流れるっていう意味があります。はい。長い目で時間が流れていけば、私たちのですね、 えー、ハードなワークがですね、家事を作るだろうというようなイメージですね。はい。行きましょう。I loaded my voice so that she wouldn't hear her ですね。はい。えー、私は I l o a e 私は下げたんだ。何を私のボイスをですね、声をですね。なんで、えー、she wouldn't h e a her、えー、彼女が聞こえないように えー、声を小さくした小説、まあ、的に言うんであれば声を潜めたなんて言い方もできますねっていうところですねまあえー、直訳すると、えー、声を低くしたんだと、ねえー、彼女に聞こえないようにというようなことでそうざっとこう接続詞的に見れるかどうかというところがです、ね、重要になってきます何々のようにです次ですね There was nothing but salad to eat えー、そこにはあ何々だった。ナッシングバットだった、えー。そこにはナッシングだったんだけども、ただサラダを食べることはできたよっていうようなニュアンスですね。There was nothing で一回切ってください。There was nothing。そこには何もなかった。けれども、えー、サラダを食べることができた。僕はサラダだけ食べることができたみたいな形で,ですね。リアクセルとですね、ベストです。では、えー、チャンネル登録。 高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた。